韓国最大鉄鋼メーカーカポスコが倒産するもしれないと言われる理由は何なぜ日本はポスコの援助を拒否したのかについて突然ですが皆さんは鉄鋼メーカー人と聞くとどのメーカーを真っ先に思い浮かべますか日本には数多くの鉄鋼メーカーが存在しますがその中でも日本製鉄 JFE ホールディングス神戸製鋼所は3台鉄鋼メーカーとして知られていますよね 鉄鋼メーカーは知名度こそ低いものの長年日本の経済を支えてきた、岩場員の立役者なのです。ところでお隣韓国でも、そのような国の重要ポストに存在する大手鉄鋼メーカーがあります。その名も株式会社ポスコです。しかしこの大手鉄鋼メーカーポスコが大変な事態に陥っているそうです。それは倒産にまつわる話ですがポスコは本当に倒産してしまうのでしょうか。 また、父さんの気に伴い、日本に援助を要請したとはさされるポスコですが、日本は援助をしたのかどうかも気になります。それでは最後までご覧ください。一点、韓国最大大手ポスコいう与党さんか、韓国最大の鉄鋼メーカーポスコ。今、このポスコがとんでもない事態に陥っているといいます。一体どんなことがあったのでしょうか。まず2020月の記事には、ポスコグループ素材鉄鋼不振で、 収益悪化と掲載がありましたアジア経済ニュースに掲載されたこの記事には韓国大手鉄鋼メーカーポスコの経営不振について次のように記述してあります。韓国ポスコグループの2023年業績は二次電池素材や鉄鋼事業の不振により収益が悪化。持ち株会社のポスコホールディングスポスコ HD の連結営業利益は3兆5314億ウォンに本円で約3900億円。 で前年比27.2%も減少した国内外の市場悪化により、結構価格が下落したほか環境配慮方の未来素材部門も不審だった売上高も9.0%の77七戦に百七2二億、おんにとどまったとのことですこのポスコの経営不振に関する記事は実はこれが初めてではありませんこれまでに何度も報じられそのどに今度はやばい、倒産か と騒がれているのですしかしなぜ経営不振に陥るのでしょうか先ほど鉄鋼価格の下落だと説明がありましたが理由は他にもあるようですまずその原因に触れる前に日本とポスコとの関係についても改めて触れておこうと思いますなぜならポスコと日本は実は歴史的にとても密接な関係にありまたそのこともポスコ経営不振に少なからず関係しているからです二点日本からの資金と技術で 発展してきたポスコの歴史、今から50年に以上も昔の話です。1945年に戦争が終わり、その20年後の19915年、日本と韓国の間で日韓基本条約が結ばれましたが、日本はこの時の条約で、韓国に多額の資金を提供しています。例えば10年間で無償差の億ドル、優勝2億ドルの合計5億ドルで、最終的に早く11億ドルの。 経済援助を韓国に言っているのですまた、韓国はこの資金をもとに、原ポスコである歩行総合製鉄、ソヤンガンダム、京釜高速道路、観光鉄橋峰東火力発電所などを建設、その後のベトナム戦争からの特需もあり、韓国は最貧国から一転して一気に経済大、国へと変貌を遂げてきた背景がありますますたポスコは日本からの技術提供も受けています。 現在の日本製鉄である八幡製鉄と富士製鉄、また日本航換算者からの技術提供です。しかし、1979年には新日本製鉄が、ポスコへの技術協力部署を廃し、まさに日本はポスコを産み育て、一人たちまで携わってきたといえます。しかし、一人たちしてから45年にいよいよ経営が危うくなってきたというわけです。またまえに者出ましたが、ポスコの経営、不審配には始まったことではありません。 約10年ほど前から度々た,びたび業績悪化のニュースが流れその度に、いよいよやばいかと言われ続けているのです。ところで、この業績悪化の原因ですが、様々なことがその要因として挙げられています。一つは、中国の存在。二つ目は、日本製鉄との賠償問題。そして三つ目は、天災によるものです。これらの原因について一つずつ解説していきます。三点、中国の景気が回復すればポスコは終わり。 まずつつ目のの中国の存在についてです。実は世界に配屈もの製鉄所があると思いますがその中でも中国の存在感は圧倒的です実際に世界鉄鋼メーカーランキングというものがありますがそのほとんどが中国が占めている状態なのです例えば1位はハルクセンブルクのアルセロールミッタル2位は中国の中国宝武志鋼鉄集団3位は日本の日本製鉄 4位はまた中国の河北鉄鋼集団そして5位は韓国のポスコですちなみにちなみにウクライナ内も中国では蓄らいに日本の JEF ホールディングスがランクインまた韓国はそんな中国取り続きであり地理的にも歴史的にも密接な関係は今でも続いていますかつて中国は韓国にとって最大の貿易相手国として君臨していたわけですがその関係は今大きく変化しているのです 韓国では過去に10年間にわたり、対中輸出が1となって、いたものの徐々に減少。その一方でアメリカ向け輸出が増加し最大輸出国が、中国に代わってアメリカに入れ替わるのではないかとみられています。その原因は、コロナ開港中国経済の回復が予想より遅れていることにより、中国国内の内需が減ったこと。その他にも、 現在量や部品など中間材における中国の自立度が高まったこととされています鉄鋼産業においても同じです中国は WTO に加盟した2001年以降製鉄事業者の乱立とともに素鋼生産量が急激に増加2000年頃から世界の素鋼生産量の約50%を占めるまでに至りましたまた2000年代後半にはすでに下等競争へと向かい 2010年頃から鉄工業で世界一の生産量を誇っていますそれと同時に多くの製鉄企業が赤字に転落するという状況になりました一方、現在では鉄鋼の過剰生産が顕著になり問題視されている中国、その背景には需要の低迷に加え、ひずめられた価格体系や、政府による市場への介入といった構造要因によってもたらされた過剰投資もあるとのこと。 よって安く大量に生産している中国を相手に、もう早立ち打ちできない韓国、そりゃあ鉄鋼価格も下落してしまいますよね。だからといって、韓国内で需要があるかというと、人口もそんなに多くないので必要とされる量も高が知れています。また、韓国大の価格が暴落し莫大な外貨換算損なうを負ったことも大きく影響し、韓国の鉄鋼産業へ暗い影を落としているのです。 次に2つ目の理由である日本製鉄への賠償金についても見ていきましょう。そして、恩をあだで返したポスコ。2つ目の日本製鉄への賠償金についてです。ポスコが日本製鉄に海育てて、もらったのにもかかわらず、恩をあだで返す行為を言ってしまった事件をご存知でしょうかそれは2012年4月、ポスコが方向性電磁鋼板の製造技術を、新日鉄の元従業員を通じて持ち出したと。 首長しに本が我が訴訟を起こした問題です。一体どういうことでしょうか実は当時新日鉄はこの方向性電磁鋼板を北米市場に供給していました。しかしポスコがその同し場に入り込んで、北米などの海外市場で販売を開始します。そこで何勝手に販売してるんだと新日、鉄が激怒両者の特許紛争が起きたのです。この方向性電磁鋼板は新日鉄が数数十年と数百億円をかけて開発した 門外不出の高級交番それなのに何食わぬ顔をして、同じ市場で販売するとはかなり、肝が据わった行為ですしいわば、堂々と弟子がお師匠様を裏切った悲しい事件とも言えます。結局、この問題は2015年にポスコが日本製鉄に300億円を支払うことと、販売地域を縮小することでは解。い、その後、日本製鉄は訴えを取り下げています。 技術を盗まれ許可なく勝手に売られてしまったのに、賠償金で許しちゃうなんて、どこまでもお人形知らなと感じます。今でも日本は、韓国ポスコを買って、共に頑張ってきた同志して、可愛い弟だと思っている節があるのかもしれません。ところが、その数年後の2018年に、今後は韓国が日本に対し、元陽光問題を出してきた勝手の新日テツス金に賠償金を命じる。 逆に訴訟ししてやるぞ問題が勃発します。結局、2023年、ニュン政権傘下の財団が、その賠償金を肩代わりするという形で、問題解決に至っていますが、その時名乗りを上げたのがポスコで、4億円を寄付していたのです。一体何だったんだと言いたくなる問題ですよね。とはいえ、この時に真っ先にポスコが名乗りを上げてくれたことは嬉しいですし、韓国と誘導しようもない国を許してやってよという意味での。 いいと捉えてもものかもしれませんちなみに余談ですが、この要項問題に関しては、実は、募集項であった事実や賠償金は、19915年の日韓基本条約ですでに解決済みということ、韓国の時折出てくる歴史問題に関する事案は時々発作として出てくるようですね。ただもう勝手に販売しないでもらいたいというのは変わりませんが、この寄付金4億円もポスコの経営に。 図震としかかった可能性もなきにしもあらずです。そして3つ目は、金目の来た台風被害についてです。5点台風によりポスコの利益半減。2023年1月の日本経済新聞の記事ポスコの純利益半減。22年12月台風被害と、価格下落からです。記事にはこう記されています。韓国鉄鋼大手のポスコホールディングスが発表した。2022年12月の連結純利益は。 前の期と比べて51%減の3兆5500億ウォン、日本円で約3750億円だった。主力の歩行性鉄所での台風被害で損失が発生したほか、景気後退による鉄鋼製品の価格下落が響いた。ポスコは台風被害による機械損失や復旧費用などで、1兆3400億ウォンの損失を営業利益ベースで計上。 9月に韓国南東部に上陸した台風の豪雨で歩行性鉄所の圧延工場などに浸水し、完全復旧までに四日月ほどを要したためだとのことです。まさに泣きつめんには地上帯のポスコですね。復旧活動が続いた22年10月から12月期は、売上高が前年同期比10%減の19長寿選手百7十億ウォン、営業損益は4 2 5十億ウォンの赤字で、年財の会計基準を適用した。 11年にこうで初めてだと言いますまた今後中国の鉄鋼メーカーの生産回復が進めば需要がさらに悪化する可能性もあるとのことこれを見るとよ立て直せないところまで来ているのではないかと囁かれているポスコしかし今度は日本に援助を要請したのではないかという噂が浮上します本当にそのような事実があったのかどうか また日本はそれを受け入れたのかについても見ていきましょう。テンポスコとトヨタの関係、これまで内外需要の減少、恩の暴落、そして天才と、これでもかというほどに営業利益に打撃を受けているポスコです。そのポスコの度重なる業績悪化のニュースに巷ではいよいよ、日本に助けを要請したのではないかという噂が出回っています。しかし実際にポスコが日本に援助を要請したという事実は見つけられていません。 従って日本がその要請を絶ったという事実についてもありませんでした法でこれはある意味援助に当たるのではないかと思われる興味深いニュースがありますそれはトヨタが日本製鉄からポスコに乗り換えたというニュースです2021年10月に日本製鉄がトヨタと結構世界最大大て中国からたけし鉄鋼集団の法山鋼鉄を無方向性電磁鋼板の特許侵害で訴えた問題に関するものです ちなみに日本製鉄にとってトヨタは最重要顧客でその大事なお客様を訴えるなんて前代未聞の話だと話題になっているのですまたトヨタに対しては約200億円の損害賠償請求と電動車の製造販売の停止を申し立てていますしかしそこでトヨタは早くも禁じ手に着手していましたそこでポスコが登場します日本製鉄がダメならポスコにということであるトヨタ関係者によればトヨタが ポスコに鉄鋼製品約10万トンの注文をお願いしたと言われているそうです。これは明らかに日本製鉄からの転注を想定したもので、日本製鉄としてはいたを負うものになるでしょう。しかし、こうしてトヨタは日本製鉄を追い込む手段として、鉱材受注量の引き下げを画策した可能性もありますが、まさに田ナボと当たったのは、ポスコかもしれません。ちなみにトヨタとポスコの関係は、この事件が起こる前から、 存在はししていました例えば2003年からタイとインドネシア工場向けにトヨタがポストから鉱材購入など関係を介し2009年にはポスコから国内工場向け鉱材も初めて購入するなど関係を築いてきた間柄なのです実際にポスコにとってトヨタのような事業規模の大きい企業から安定的に鉱材の発注があれば販売の下支えになりこの情なく ありがたい存在だと思いますトヨタもオナンの韓国から鉱材輸入を増やせば生産コストも抑えられるので、取引関係の強化・は両者にとって大きなメリットとなるでしょう。しかし、このままトヨタの下支えで経営が回復すれば良いですが、もし仮にポスコが倒産ということになれば、どれほどの買い子物が出るのでしょうか、これについて具体的な数字で発表されているソースはないものの、589万人ないしは89.9%。 9%の従業員が解雇されるのではないかと、ネットで騒がれていますよね。大手企業の倒産ともなれば、韓国経済を牽引する企業が一ついるということ、韓国経済に大打撃が及ぶのは、明らかで韓国としては、何としてでも回避したいところでしょう。しかし最近では、ポスコの会長が業務上過失致死罪などで告発されるなど、やばい経営をする会社でも知られており。 雲雪はすっきりしませんこれ以上ポスコにダメージを与えるの早めてと従業員各所から悲鳴が聞こえてきそうですさて韓国ポスコの雲雪の怪しさについて解説してきましたがなんだかんだ言ってまだまだしぶとく居座り続けそうなポスコです韓国の経済悪化対岸の価値とはいえ世界の経済悪化はいずれ日本にも影響を及ぼしそうなので何とか持ちこたえてほしいという気持ちもあります とりあえず他人の技術を無断で売るの早めて誠とな経営をし回復することを願います皆さんはこの話についてどう思いますか考えをコメント欄に残してくださいでは次のパートに進みましょう台湾半導体企業が日本に支社を設立し事業を拡大しています半導体事業の復活を目指すアメリカと日米の要請によって中国からの切りはなし お迫られる台湾のニーズが一致、さらに円安効果も相まって半導体協力が急ピッチで進んでいるのです。tsmc 日本進出で韓国半導体を崩れ、会に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。日本は勝って世界の半導体産業を掌握、その中核地域が熊本で、なんと200社以上の半導体関連企業が集まっています。 その熊本に2024年2月27日、台湾の TSMC 社が第一工場を解所し、2027年には第二工場を完成させる予定を計画。TSMC は世界の半導体自宅生産、ファウンドリーの半分以上を占める大企業。同盟国からの供給により、全幅の信頼を受ける台湾と日本の半導体。今後さらに半導体需要が、 加速してていいくと言われていますアメリカとしても常に中国からの侵攻のリスクを抱えている台湾だけでなく、日本の拠点でも半導体生産が行われることに大賛成当然、台湾においても日本と共同歩調を取ることは好意的な意見が多く、台湾の電子部品メーカー、ペガトロ・ユナイテッド・テクノロジーズのトンチー支援士は、 台湾メディアテカンパーに見解を寄せており、高い精度が要求される半導体業界では、TSMC が日本に行くのは良い選択だ。半導体は多くの高度な科学材料を必要とするが、それができるのは福島や九州などの日本のサプライヤーだけだ。と TSMC が日本を選んだのは正しかったと主張しました。 また、台湾の PEGATRON 社と a ライ x t r o n 社は、デジタルカメラとパソコンでソニーと協力しており、東芝と任天堂も台湾工場の重要な顧客でありパートナーです。その背景から、トン氏は、台湾と日本は競争関係にあるだけでなく、川上と川下で保管し合う割合が大きく、その割合は70%に達すると述べました。 さらに熊本には、半導体製造装置を製造する東京エレクトロンの生産拠点もあり、日本と台湾における半導体製造は順風満帆。一方、韓国については、過去にサムスンは台湾工場と製造委託の交渉をしていた工場がある製品を生産し始めると、突然逃げ出した。韓国のサプライヤーは、 市場の状況を把握するためにこのようなことをする特言を呈しました。また、韓国では元従業員と現従業員が韓国で言い持っていた半導体プロセス用真空ポンプの製造技術の情報を盗み、中国に流出させたとして裁判にかけられたこともあるのです。ファウンドリデセ界収の TSMC とニゴサムスン電子のシェア格差一段と広がり。 サムスン電子は、主との差を縮めるどころか、二の座を維持できるかどうかも怪しい状態となっています。かっては世界最大の半導体生産拠点だった日本の半導体一貫生産産業は、サムスン電子などに劣り、衰退していますが、各種半導体関連部品や素材産業は、依然として世界最高水準にあります。アメリカにとっても資本主義経済のアジアの砦として、 日本経済の復活は必要不可欠で、アメリカを中心とする日本、台湾の半導体同盟に対して、ナス術がない状態で崩壊寸前なのが韓国なのです。半導体の基礎技術を持つアメリカと、部品素材大国の日本が、韓国の半導体産業育成のために補助金を出していますが、果たして韓国の半導体に育成する価値はあるのでしょうか。 この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。誰が韓国のブランドを信用すると言うんだ日本は昇る太陽、韓国は消える星だね。なんだかかわいそうになってくるよ。日本は時代遅れの半導体技術、つや経験豊富な労働者や研究者の不足。高齢化、一番深刻なのは頻繁に起こる自然災害。 あら緩め面でリスクがあるから、日本の復活は期待できないよう。日本の半導体産業は復活しないと思う。日本は世界の半導体材料のの10%を生産しているんだよ。だからより収益性の高いサプライチェーンを日本の TSMC 工場は可能にするはずだよ。信頼できる技術者の立場に、勤勉な日本が選ばれたのは納得です。台湾はハイテク産業が増されているから、 あ,あゆるハイテクチップやマイクロス製品が台湾で作られているからね日本人は全てを真剣に協力しルールや全体的な設定を調整することに前向きですさまざまなスケジュールに追いつくために多くの時間と労力を費やします僕は台湾人ですが非常に遅いプロセスでタイムラインを気にしないので実はアメリカ政府と地元住民は それほど t s MC とスムーズに協力していないのですどうかこのプロジェクトが成功することを祈っています t s MC は共同で熊本工場を建設して総投資額約3兆円を投じている日本政府は第一工場に4700710億円の補助金を出してさらに稼働の地に破壊に工場に7320億円の補助金を出していて 補助総額は増えている。私は台湾人ですが、日本の力強い支援に感謝します。これからも日本を尊敬します。TSMC が日本を選んだ理由には、日本の建物がおいしいことも関係してたりして、確かにそうかも。僕も日本の工場の食堂を利用したことがあるけれど、どれも最高だった。たかが食堂という人もいるかもしれないけど。 そういった環境は、労働者のメンタル、労働意欲に関わってくるから大切だよね。台湾人も日本人と同様に舌が超えているだろうからなおさら重要だよね。TSMC の CEO がパートナーとしてソニーを選んだのは、おそらくアメリカで遭遇した、困難から学んだことだろうね。韓国がパートナーと考えると、不安しかないだろう。その前にに選択肢にもいいらないかな。か 半導体に重要なのは水だから、衛生面に勝されている日本だからこそ選ばれたに違いないよう日本に勝てる国はないのでは。私は台湾人ですが、日本の力強い支援に感謝し、両国にとって有効的な状況を作っていけたらと思っています。中国との関係は権力闘争に満ちていて醜いです。そして中国は台湾を追い出して全部食べ尽くすでしょう。 それに反して、日本と台湾は、文明の協力、関係にあります。関係もとても良好です。どの国も、このようないい関係を築ければいいのにと心から思います。日本と台湾は、地域的に協力し、経済のピークを創出し、新しい時代を作り出す。互いに前進できる。日本は台湾の永遠の友人です。ジャパンは、 西洋とは大きく異なる思想で、日本人と台湾人が同じような労働倫理と仕事の指名を共有しているので、成功する可能性が最も高いです。日本と台湾は言葉は違えど、お互いに支え、愛知のつながった兄弟のようなものです。まさかサムスンの先行きが不安だったなんて知らなかった。スマホやテレビを愛用しているし安定しててていいいるる安定企業だと思っていたから 今後商品が買えなくなったらショックだわ。韓国の国民性なのか仕事を途中で逃げたり、会社の機密情報を売り飛ばしたり、信じられないよね。TSMC は中国の侵攻が迫っているから、他国に移転し、一刻も早くそこに寝つけいて行かなければならないからね。友好的な国だと、台湾人も安心して仕事ができるから、その場所に日本を選んだのは。 正解だと思うよ。韓国はもう終わるでしょう。これから日本、アメリカ、台湾は韓国を潰しにかかるでしょうから日本の躍進はアメリカの躍進となる。ではこの件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。韓国はいつも日本を悪く言っているからそんな国の衰退を見られると思うと愉快で気分がいいですな。 韓国の負けをしみが笑える、あらゆる国に拒否されるのは、どんな気持ちだろう、これまでの態度があるから、なんとも思わないけど、嘘つきは相手にされないということがよく分かったのでは、サムスンだけは許さないって、公式に TSMC 発言していたと思います。20年近く前だと思うけど、TSMC のトップクラスの技術者30人を引き抜き、 その技術者の老院でサムスンが売り上げを伸ばしたからねその中で一番優秀な技術者が中国の SMIC の社長に就任しているし熊本にはきれいな水があり土地がある工場建設としての環境もいいし二十四時間空港もあるんだよね技術者たちに日本の魅力が伝わったのならそれが一番嬉しいことだね TSMC が熊本に進出と発表した際に、ペンペンチンに見舞われてしまい、と韓国は言っていたんだよ。そんな発言をすることが信じられない。無視されて当然の態度だね。そんなこともわからないもんかね。お隣が避けられているだけ、韓国がそれを認識して、改善しないなら、諦めるしかないと思います。こかりににに韓国に工場建てても、もまとと働くとは思えない。 ストライキしか頭にないから拒否されるのは当たり前。あんな裏切りをしたやつを助ける国はないと思うけど、少し前までうちの半導体は世界一と書いてたのにね、その勢いはどこへ重要産業や戦略的企業は上場廃止するか、外資を排除することを加速することが望ましい。そもそも韓国サムスント SK の向上を。 建てるにも土地が足りないよね台湾が工場を作ってくれというわけがない今まで通り出しやばらずに中国と東南アジアと一緒に半導体メモリ作ってればいいんじゃない韓国には新しい技術がないしきれいな水も真面目にはたらく労働者もないかわいそうな国だからね日体友好万歳友好台湾の投資に心の底から感謝申し上げます 日本を選んだ台湾は素晴らしい。台湾人のすごいところは、日本を助けているが、罠なのに、全然ねそうじゃないところです。台湾の国民性が素晴らしいですよね。日本に決めてくれて本当にありがたいです。いいところを選んだと思います。台湾人が遠いアメリカに行くより近くて、なじみのある熊本に来るのは自然のことでしょうね。おそららく今年から来年にかか来にけて サムスンの業績はさらに加工する可能性がある。韓国ウォッチャーの説明では、サムスンにとって中国輸出型の身の綱だったのですが、中国は自国の半導体技術が急速に向上したことで、サムスンから購入しなくても、必要なふを自国で賄うことが十分可能となったそうです。救いいようがない韓国自国自民に裏切られた挙句に 中国にもみはなされて終わったね。政府はアメリカを含めた他国との競争を生き抜く思い切った覚悟をすべき時半導体とその技術はすでに戦略物資であり最低最悪の不平等な協定だった日米半導体協定の屈辱を忘れてはならない以上が日本の人々の反応でした日本の半導体は1980年代から90年代初頭まで 通信技術はコンピュータ部門が大口顧客であり重要なマーケットでした当時の新技術とマーケットがうまくかみ合ったことで日本は半導体部門で世界の頂点に立つことができたと言えるでしょう半導体のシェアを伸ばし世界にその存在を知らしめることができた大きな理由としてはクリーヌームという当時の新技術の存在が挙げられます 人間の目に見えないゴミを商品に混入させず、品質低下を起こさないための設備です。半導体製造は空気洗浄度が一定以上になったこのクリーヌムーで行われます。普通でいるアメリカの製造現場にはない新しい概念を生み出したことで、日本企業派良質な半導体製造を実現することができたのです。ではなぜ頂点に立った日本の半導体産業が。 を取ることになったのでしょうか1980年代、日本の半導体産業が躍進を続ける一方で、アメリカとの貿易摩擦が深刻化しており、半導体産業も例外ではなく、日本市場における外国製半導体の比率を20%にするという購買義務が課された、日米半導体協定を結ぶことになったことが要因です。 また半導体マーケットが通信器器器器と大型コンピューターからパソコンに方向転換したことも理由の一つとして挙げられます日本の半導体は長年使えるよう品質を重視していましたがパソコンの場合は数年間動けばよいという感覚なのでより安く作ることが求められることになりました日本の大手半導体メーカーカは 基本的に総合電気メーカーが担っていたため経営トップ層が半導体ビジネスに精通していないことも多く利用者が多いデファクト製品を作ることができなかったのも日本の敗因の一つですまた戦略思考に基づく決定が難しかった部分も否めませんこのようなことから日本の大手半導体メーカー側にも一員があったと言えますもろもろの事情から 日本は半導体製品のシェアを売ってしまい、ロジック半導体の分野に関しては、日本は他国より10年の遅れていると言われることも、しかし、日本には自動車産業や産業機器、工作機械産業など、競争力の高い分野が多数存在するため、半導体の分野がさらに強化されれば、日本の競争力はより強まるものと期待されます。半導体製造装置や材料の分野では、 勝手の大手メーカーが、その強みをそのまま保っている状況なので、半導体製造装置やシリコンウェハなどの材料に関しては、未だ日本が高い視野を誇っています。材料の観点から、日本が科学分野に強い点として、液体または気体などの流体に関係する材料の視野が高いこと、熱をかけて固めた材料や部品のシェアが、 高いことなどの特徴が見られます化学で取り扱う気体、液体などは最初から形状が決まっているわけではないため、日本では職人の高度な技術によって最適化されているのです。半導体の主要な用途はパソコンからタブレットやスマホにシフトしており、そのフンライフサイクルも短縮傾向にありますが、日本のメーカーは、 このライフサイクルの短縮の傾向にも対応できていることが製造装置が安定している理由として挙げられます主な用途が変わることで製造プロセスも変わっていきますその流れに柔軟に対応できるメーカーでなければ生き残れません日本はそれに対応できる基礎技術を持っているため価格競争に巻き込まれない環境が出来上がっているのですこれから 日本の半導体産業が巻き返しを図る上で、これまでの発想を見直すことも重要になってきます。昨今では、SDGs などによる環境意識の高まりから、モビリティ市場産業機器市場における、毛沢駆動部のインバータ化や、電子制御の普及が進んでおり、駆動部制御部のさらなる小型化、高効率化が求められています。 今後よりニーズが高まる分野の電気自動車の性能向上などへの投資もおろそかにはできませんどのようなベクトルを目指すにせよ課題は多いですが日本の強みを生かしつつ海外との連携によって巻き返しを期待したいですね韓国から外資系銀行が続々撤退富山を国際金融の中心地として開発するもゆかめしい状態に陥っているようです 皆さんは韓国から外資系銀行が続々と撤退していることをご存知ですか知らなかったという方が多いと思います。韓国は現在、韓国に魅力がないと判断した外資系銀行の撤退が止まらない状況となってしまっているのです。そんな中、日本の山口銀行釜山支店も38年ぶりに撤退したというニュースが話題になっています。そもそもここ10年ほどで 外資系銀行が相次いで韓国から撤退しておりその市場には暗雲が立ち込めている様子一体韓国の記入市場はどうなっているのでしょうか今回は韓国の記入市場についてしぼりしていきたいと思います早速行ってみましょう山口銀行が富山から撤退富山は外資系銀行の本社がゼロに2024年5月に日本の山口銀行富山支店が 三十八年ぶりに韓国から撤退することが発表されました山口県や広島県に応じゅいの方は山口銀行はとても馴染みのある銀行だと思いますあまりよく知らないという方のために簡単にご説明しておきましょう山口銀行とは山口県下の席した毛崎町に本店を置く地方銀行であり山口フィナンシャルグループの子会社です山銀という通称で親しまれています 大百実国立銀行として創業し戦時統制時に山口県内の銀行を統合する形で設立されました現在国内には山口県全域をはじめ広島県南部にも多くの店舗を展開しています他にも愛媛県の松山市と今治市公共との日本橋と豊洲をはじめ島根県駅田市神戸市を大阪市名古屋市に店舗を開設しています また海外には中国の大連市と青島市そして韓国の富山に支店を設置していましたしかし富山の店においては1980年の設立から38年が経った2024年年月末に営業を終了してしまったのですそれ以降山口銀行富山支店のシャッターは固く閉められており営業終了を知らせる案内の紙が貼られていました現在は少数の韓国人と日本人の社員が残って 事務所を整理している状況となっています38年も続いた山尾銀行不産支店はなぜ撤退という道を選んだのでしょうか山口銀行の関係者発議のように語っています住宅電製資料しつけ中心の韓国市場で日系銀行として収益を出すのが難しかった世界的貧乳八部に育てるという不産の成長が停滞し外資系銀行の生き残りも難しくなった気なれない言葉があったと思いますが 電製は韓国独特の賃貸住宅制度のことです。借り手が契約時に住宅価格の磯割りほどのお金を一括で貸してに払うことで、気づきの家賃の支払いが免除される制度となっています。2010年に韓国の住宅全体で電製の物件が占める割合は 27.、27.1%となっているとの発表がありました。日本にはない制度なので韓国にはこんな制度があるのかと驚いてしまいますね。 話を戻しますが、山口銀行の撤退に対して、金融界関係者は、山口銀行が中小企業体質不振と人件費支出に対する負担が重なり、9年連続赤字を出して、と語りました。続いて、釜山経南地域の地方銀行の影響力に押され、外国系銀行として営業活動が円滑でなかったという点も韓国撤収の背景に挙げられると述べています。 また、記入当局は、山口銀行が韓国から撤退しても、政策方向や国際信任度に及ぼす影響は制限的だと判断しています。これは一体どういうことなのでしょうかその理由は、山口銀行の韓国内の資産総額が、2023年末の基準で308億ウォンに過ぎないからです。韓国に進出した大型日系銀行である、みずほ銀行と三井住友銀行が。 韓国内の資産総額だけで、それぞれ1010 10兆ウォンと9兆ウォンに達することと比べても微々たる水準です。しかしながら、韓国記入の中心地を宣言している釜山の立場で、山口銀行の国内撤廃は、韓国にとってかなりの痛手といえるでしょう。釜山は韓国政府により、記入中心地として指定されているのです。ですが、韓国進出の外資系記入会社のおうち、韓国本社を置いたところは100、計1 1 1 7社で。 ソウルだけで1114社が集まっている状況となっています。ソウルを除いては、富山とに川景気統一山に各一所があるのみで、富山が記入中心地に指定されてから本社を富山に移転した外資景気入会社はありません。今回の山口銀行の撤退で、韓国国内進出の外資景気入会社1111社の本社は、すべてソウル都市と県のみに位置することになります。つまり入中心地ととして富山が指定されたことは、 残念ながら完全に失敗と言えるでしょう。釜山を記入は部にしようとする、韓国の夢は叶うことはなく、この先もかなりいかめしいものになると思います。記入会でも破格のインセンティブなしでは、今後も地方に外資系記入会社の韓国本社を誘致することは難しいと評価しています。記入会関係者は、事実銀行業というのは非常に保守的な業者とし、韓国の銀行も外国に出て成功するのは、 用意ではないと話しました続いて記入中心地という表示だけで営業に困難が予想される外国系記入会社を誘致することは容易ではないと述べていますそもそもここ10年ほどで外資系銀行が相次いで韓国から撤退しているようです一体何が原因なのか詳しくご説明していきましょう2013年にこうに韓国からの撤退を決めた外資系銀行は11社に上る 韓国の金融官特典の金融統計情報システムによると、2013年以降に韓国からの撤退を決めた外資系銀行は11社に達することが分かっています。イギリスの大手4大銀行の1つであるマークレーズ銀行は2017年に韓国での銀行営業をやめて、カナダインのノバスコシア銀行は2020年にソウル支店を閉じています。2021年には韓国指定銀行が 消費者向け小口機入業務であるリテール事業から撤退することを発表しました親会社である指定グループが韓国を含む13区に出リテール部門から撤退する戦略の一環です韓国指定銀行はリテール部門の売却を試みましたが失敗し最終的に段階的に生産することを決定しています日本以外の大手銀行も韓国から撤退しているので 韓国の記入市場がかなりいかめしいことが伝わってきますね。また韓国に起こった銀行の規模も減少しており、韓国内に11支店を展開していた HSBC こと、香港シャンのイ銀行の韓国支店は現在はソウルに一緒残っているのみとなっています。2013年末に57店あった外資系銀行の国内支店数は現在39店で 31.、31.% 減少しました。 外資系銀行の収益源が十分ではないというのが金融機関の相次続撤退の主な理由に挙げられます外資系金融機関が韓国に進出する理由は主にファンドなどの商品を販売したり金融市場調査と投資の拠点とするためですしかしアメリカなどと比較して韓国の株式市場の収益率は古いません予信受信中心の収益構造も限界と指摘されているのです メリルリルンチ韓国共同代表を務めた、ノンセ大学国際大学院の相撲、南アメ教授は、外資系銀行証券会社どちらも、韓国を魅力のない市場と見ている。と話しました。続いて、成長率が振るわない状況で、西商売以外に明確な収益源がない、韓国株式もやはり先進国水準の成長の可能性を見せられずにいる。と語っています最後に 外国は高額資産家の資産管理が普遍化されているが、韓国はそれさえも進んでない状況、とつけ加えました。いつも,も南教授は自国の現状をかなり冷静に分析されていますね。外資系銀行の韓国はなれが止まらない原因には、金融当局の過度の介入と規制の影響もあると考えられています。例を挙げると韓国政府は2023年11月から、上場株式に対する、 ネイキッドショートセリングと呼ばれる空売りを全面禁止にしました。先進国の株式市場でネイキッドショートセリングを禁止するのは異例のことでした。それって一体何と思われる方もいらっしゃると思いますので、ご説明しておきましょう。ネイキッドショートセリングとは、取引の裏付けとなる株式を確保せずに行う空売りのことです。仮株を見つけて貸してと契約を締結した後に、 実行する通常の折りとは異なり、裏付けの株式が必要なく、1株に対して複数のトレーダーが仮株をすることが可能になります。これにより大量の空売りが可能となり、価格操縦に利用されることもあるのです。韓国の記入規制当局、韓国記入委員会は2024年7月3日、キュークレディスイスグループの子会社2社に、株式から売り規制違反で、 過去最高額の制裁金を課すと発表しました。ゲニ BSAG のクレディ・スイス AG とクレディ・スイスシンがポール・リーテッドにそれぞれ10019億1 0 0億ウォンの制裁金を課したのです。クレディ・スイス側は、金融当局に海外では認められる範囲でのから売り利行為だったと主張しましたが、韓国で配法という理由で受け入れてもらえませんでした。このののような韓国の規制のやり方は 外資系銀行にとって経営の柔軟性や利益率が制約される原因となり撤退を促す要因になり得ますこれにより外資系銀行の勧告はなれに拍車をかけてしまっているのではないかと言われているのですある外資系営記入会社関係者派昨年は利益が多く得たという理由で強制記入に超過利純税をめぐる議論があり今年は本庫に LS 賠償など記入当局の圧 と話しましまた続いて、本社に勧告の規制を説明し、理解させるのに困っている。アメリカなどは言うまでもなく、アジア諸国と比較しても、当局の影響力は強い方だ。と語りました。また、銀行業務用電算ネットワークを外部と分離しなければならないネットワーク分離も、外資系銀行の不便さを助長させる主要規制の一つとなっています。ネットワーク分離によって 韓国で営業中の外資系銀行は本社の業務用プクチグラムへの接続が不可能なのですある外資系銀行関係者発議のように語りました本社と疎通したり資料を共有したりするたびに年始メールにファイルを添付してやり取りをする効率性が落ちるほかなくネットワーク分離規制をする国もほとんどない様々な要因が重なって外資系銀行の韓国離れが加速しているのですね せっかく誘致できた外資系銀行が、続々と韓国から撤退している現状は、韓国としてはとても悔しいでしょう。しかし、人止められるだけの魅力が韓国にはないので仕方のないことだと思います。韓国もまさかここまで外資系銀行が撤退してしまうとは思ってもみなかったのではないでしょうか。韓国から外資系銀行が次々と撤退している件について、世界中からさまざまな声が寄せられていますので。 ご紹介します。韓国の規制がガチガチすぎて、外資系銀行もやってらんないって感じで撤退しちゃうの、そりゃそうだよね。自業自得だわ。韓国が金融改革をちゃんとやってこなかったから、外資系銀行もこのままじゃ無理っておっちやったんじゃないもうちょっと考えてほしいよね。撤退は正しい判断だと思うよ。おついに日本の銀行も撤退か。38年も頑張っていたのに、 撤退という結末になってしまったのはすべて韓国の責任。韓国は本当にもったいない。韓国が外資に冷たすぎて結局自分たちの市場がスカスカになっちゃってるのなんか皮肉だよね。自業自得感がすごい。ここまで続々と撤退していくなんて普通ならありえないでしょう。自国に魅力がないって突きつけられた韓国国民がちょっとかわいそうになっちゃうな。完全に富山を記入中心地にするのは失敗しちゃったし、なんだか盛り上がらないよね。 韓国政府もこんなはずじゃなかったのにって今頃頭を抱えているんじゃないかな。これからわざわざ金山に進出しようとか思う銀行派ないと思うな。圧倒的に魅力が足りないよね。釜山を記入ハブにするなんて夢のまた夢でしょう。このような事態を招いたのは、韓国の責任であり、自業自得であるというコメントが全体的に多かったですね。今後、釜山が記入中心地になるという未来は見えませんし。 韓国はこれ以上、起き入市場が悪化しないように努めることが一番大事かもしれませんね。果たしてどのような道を歩んでいくのか、気になるところです。あなたの視点から見た解説をぜひコメント欄で聞かせてくださいね。今回も内容が面白かったら、ぜひ、LIKE ボタンもお願いします。チャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください。新しい動画を作るモチベーションになります。 ごしちょうありがとうございました。